とことんやり込む、どうも、なおじんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しくゲットした装備使っていこうと思います。この装備です。はい、汚れたクロスボウです。これって何のユニーク装備なの？これわかんないんだよね。ちなみにこれお店で売ってるのを買いました。うん、多分アップデの後から出たんだと思うけどね。初めて見たんだよね。で、これユニークスキルがダイナモです。なので、苦痛の矢とむちゃくちゃね、相性がいい。で、さらにはマルチショットとも相性が抜群なのよね。うん、できれば本当にね、これマルチと無限がついてるとマジで強いと思うよ。マジで半端なく強いと思う。うん、なぜかってこれね、3連射なのよ。3連射撃てば、まあ1回はねマルチになるだろうし、無限も発動するだろうから、すごくいいだろうなと思う。こんな感じよ。今わかる？一番前がマルチになって、後ろ2つがノーマルだったのよね。ほら、あ、今のはマルチ、ノーマル、マルチの順だね。で、弾はそれで一発しか消費しないので、これめっちゃいいよ。おう、ほんとまさにダイナモ用の弓と思ってもらっていいよね。おう、ただこれね、俺がゲットしたやつマルチショットがレベル2なのよ。レベル2で、エンチャントも微妙なんだよね。うん、これはほんとダイナモとして運用するのが大正解だと思うので、まあリフレッシュぐらいか、つけていいのは。まあつけましょうか。重力、まあ重力も、つけてもいいかなぐらいか。まあ一応つけときましょう。はい、まあどんな感じか使っていきまーす。では行こうか。まずは、ソウル貯めないといけないね。うん、まあまあこの装備はいつものことなんだけど、このソウルダメがね若干面倒いんだよね。溜まるまでそういう装備つけとけばいいのか。あ、まあいいや、面倒だ。うん、で、新しくゲットしたこれ不滅のナイフか、なかなかいいね。ガードストライクで、衝撃波、流れ込む魂で、雷がついてるのよね。これなかなか使いやすい。うん、これはいいわ。しゃあ、いけ。で、やっぱね、欲しいのは防具だよ。おい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 。あ、そうか、ガードストライクついてるから、大して痛くないんだ。うん。やっぱガードストライクと、あと回復系の流れ込む魂入ってると、これめちゃいいね。これは強い。使いやすい。おいおいおい。では行こう。いいね。でも3連射だから、結構、おうおう、まあ、なるほどね。重力ありだわ。うん、重力めちゃくちゃいい。めちゃくちゃってことでもないけど、まあまあ寄せてくれるから、ありだね。全然。選択肢に入れてていい。もうそれぐらいのレベルだわ。よしよし、今日、ん？どうだ？古代人、20か。うん、いるかもしれないね。20だったら、結構、期待できるかもしれない。うん。じゃあ、あれ？オッケー。ここ、やりにくい。ちょっと、少し。よし、ある程度、もうソウルも、溜まったね。これぐらいありゃ十分か。おいおいおい、ここはないな。ないな。だいたいもうさ、見てわかるよね。あっぶね。痛い痛い。トライデント投げられるとめちゃくちゃ痛いからね。あれダメージえぐいよね。トライデントも。
こらいでんとえぐいわ。しゃ、いくよー。ああ、もうこういうアイテムが出ない、アイテム装備品が出ない宝箱は基本的に無視していこう。はい、いけ、トライデント一体やめてくれ。あー、これ古代人出てくれるかな、ちょっと不安だけど、まあぼちぼち進んでいきまーす。ここか、これですか。いやー一番いらないとこなんだけどな。はいはい、はい、わお、花火が綺麗だね。え、ここ最後か。うわー、うわ、なんだこれ、すごいな、すごいすごい。やっぱ3連でね、こう波状攻撃するからああいう感じになるんだな。綺麗だったな、気持ちよく決まるね。うん、ただこれほんとね、何のユニークかがマジで分かんない、マジ分からんね。なんだろう、まあまあそのうち分かってくるか。おそらく、いや間違いなくだな、今回のアップデートで追加されたやつでしょ。だって今まで全く見たことなかったからね。だからそれは間違いないと思う。しゃと、あとあれだね、ここの隣のところが敵と戦わずに、入手できるじゃない、こっから飛んで入手するじゃない。で、こっちに戻ってくる方法が、わかんないんだよね。戻ってくる方法。向こうにはね、行けるのよ。向こうには、ね、全然ね、あー、おっとっとっと。全然、飛んで、行けるんだけども、あっちから、こっちにね、戻ってくる方法が、わからなくって、一回ね、積んじゃったのよね。え、どうするんだろう、ちょっとわかる人教えてください。うん、行けるけども戻ってこれないの。マルチだったらね、まあ、テレポートすればいいんだけど、マルチじゃない時が、わかんないなぁ。それではクリアだね。まあ、古代人は一体しか出なかったんで、ちょっと残念だったんだけども、最後の商人見てみましょう。あー、危ねえ、危ねえ、危ない危ない。もういつも忘れるな。幸運装備をつけとかないと美味しくないんだよね。次。お、フルメタル。いやー、エンチャントが微妙だな。はい、次。バブルか。いりません。次。機械仕掛け。あー、スーパーチャージ。オーバーチャージとスーパーチャージ合わせると多分相当強いんだろうな。はい。特にいいものはありませんね。はい。では今日はね、これ、汚れたクロスボウ使ってみましたけども、強いね。このね、ダイナモ苦痛の矢は、このハープクロスボウが最高かなと思いきや、こっちの方がね、使い勝手良かった。もう確実って言っていいほど、マルチショットが出るんで、こっちはいいね。で、3つ並んでいくから、スライムとかにも強いんで、使い勝手良かった。まあ、エンチャントがまだね、全然微妙なんで、今後、探していきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。